ってた紀伊中之島焼きの秘密特編ということでね、お話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いほどよろしくお願いいたします。紀伊中之島焼きの話その後ということでね、4つのタイトルでね、お話をさせていただこうと思います。まず1つがですね、秘宝紀伊中之島焼き劇場上は撤去されるということでね、私も知らなかったんですけども、この11月までですね、撤去工事をするみたいです。で、もう一つがですね、その紀伊中之島駅の連絡道の様子ということで、和歌山駅のね、連絡道、これの様子ということでね、ちょっとアップさせていただきました。あと、まあ、紀伊中之島駅開業当初はどこにあったのかということでね、前回のお話の続きという形になるんですけどね、それをちょっとストリートをですね、ちょっと歩いてみたので、そのスタイルショーを含めてですね、ご覧いただこうと思います。次がですね、阪和電鉄時代の初代駅舎跡を探してということで、このね、続きになるんですけども、おそらくここじゃないかなっていうね、そういう墓所をですね、見つけましたので、一応まあ一つ皆さんへのね、問題提起っていう形になります。まあ、秘宝、紀伊中之島駅、上屋撤去されるということでね、お話をさせていただくことになります。先日ですね、和歌山市に行く用事があって、まあ、ついでにですね、紀伊中之島駅でまあ降りたわけなんですけれども、それの時ですね、まあ、この写真のようにね、設置されていた紀伊中之島駅のホームがですね、の上屋ですね、屋根なんですけども、これがですね、この写真のようにですね、まあ、哀れな状態になっていました。どうもですね、老朽化したのでね、屋根を撤去する工事を行っているらしくて、和歌山駅の上屋はですね、まあ、古戦橋付近を除いてですね、まあ、全て撤去するらしいということなんですね。で、まあ、現代ね、紀伊中之島駅開業当初から、まあ、この設備はあっただけにですね、もう少しね、歴史遺産というのを含めてですね、考えてほしかったなと思うんですけどもね、まあ、工事始まっちゃってますよね、もうどうしようもないのかなというのが一つ諦めみたいなね、ところがあったりします。まあ、反対側の方はですね、今のところは撤去予定がないということなのでね、まあ、このままですね、残してほしいなと思うんですけども、まあ、リアルになってからですね、まあ、それまでホーム全体の伸びていたね、ベンチも撤去されてしまったりと、なんとも味気なくなっている、まあ、そんなね、感じがあります。またですね、現代和歌山方面の支柱はね、まあ、こう撤去工事が行われている関係でですね、なんですけども、まあ、ちょっとね、通路は狭くなっているわけなんですけども、まあ、この十分鉄道遺産としてはね、価値はあると思うんですけどってこう書いてるんですけど、実はですね、2009年にね、一度申請されてるみたいです。ただですね、どうも申請はされたんですけどね、どうも降りなかったんでしょうね。八幡電鉄工所のね、時に作られたレールということで、非常には歴史的価値はあるものらしいです。ただですね、こういうふうな文化っていうのですね、どこまでね、それを理解してくれるかっていうところなんですよね。潰してしまえばですね、もう永久に記録から消えてしまいますんでね。やはりの、形として残せるときにはですね、残しておくべき。ね、そういうのは大事なんじゃないかと。まあ、何でもかんでも新しいものがいいとね、いうふうに言っちゃうのはどうなんかなっていうふうに個人的にはね、ちょっとクエスチョンっていうのを持ってしまいますよね。こちらがですね、紀伊中之島駅に今、掲載した、ね、ホームの上屋撤去工事の案内なんですね。まあ、正直残念だなぁというのはさっきも申し上げた通り、まあ、個人的な感想です。ちなみにですね、昔は駅構内に踏切がね、右の図のようにということで、まあ、こういうふうなね、感じの、まあ、ちょっとこう、駅舎からね、少しなんか踏切っぽいのがあったかなっていうのがありますよね。ちょっとこういう感じでね、線路を、横切りような形でですね、踏切があったようです。この地下道、さらにですね、これをまあ、この踏切をなくすためにですね、地下道っていうのがね、44年9月に開通したようですということでね、こういうふうな、紀伊中之島駅地下道っていうね、看板がありました。ちょっと下の方で、非常に見にくいんですけども、こういうふうに書いてあった。着手昭和44年2月の25日。で、竣工が昭和44年9月の22日ということでね、表示されているようです。ちょっとこれね、ご事情見にくいんですけどね、写真をアップしたらね、そういうふうに書かれていました。こちらがですね、その紀伊中之島駅地下道のね、現代の写真です。まあ、地下道っていうほどのもないと思うんですけどもね、先ほど申し上げたなんか、ここの、これですね、部分。ここをさっきアップしたのがね、さっきの写真です。で、昭和44年にね、まあ、線路の下を通る形でまあ完成したこの通路、まあ、これによってですね、まあ、構内踏切が廃止されました。で、さらにこういうこと、これによってですね、まあ、安全性が大幅に向上したわけですけども、まあ、あと余談ですけども、まあ、現在ですね、まあ、階段、関連にですね、
自動改札化されてます、ホームはね。ホームというか駅の方はですね。で導入当初はですね、まあ、簡易な自動改札の入場記録装置だけがあったものですから、まあ、IC カードの場合は問題ないんですけども、まあ、切符の場合ですね、まあ、最低料金でね、まあ、利用できてしまうという、まあ、そういう問題が、残されていました。例えばですね、まあ、極端な話ですよ。天王寺からですね、まあ、130円の切符を買ってですね、紀伊中島まで降りることも不可能じゃなかったわけですよね、当時はね。まあ、それは、まあ、正直よろしくないわけで、まあ、でもね、長らくはね、そういう状態続いたんですけどね、まあ、複数年で、まあ、改善されて、完全にね、クローズの自動改札が設置されている。そんな感じになってますよね。まあ、そういうことでですね、まあ、不正利用者は、まあ、できない、まあ、しにくい行動にはなっているのは間違いないと思います。次ですね、まあ、いよいよ本題である紀伊中之島駅、開業当初はどこにあったのかということでね、自分なりに探求をしてみたいなって思っております。現代の紀伊中之島駅ね、阪和鉄道としては昭和7年の1月1日に開業したとなっているんですけれども、この駅自体はね、昭和10年の1月に開業したとか3年後なんですよね、ここの紀伊中之島駅ができるのは。ただですね、昭和11年9月にはですね、阪和鉄道の駅舎が撤去されたとなっているんですけれども、これはですね、どこにあったのかっていうと、どうもこの駅のすぐ隣、横にね、あったみたいなんですね。ですね、まあ、それはまあ検証していますということでね、阪和電通社の駅舎、ね、もちろんその横に新たに作ったんですよって言ってるんですけども、昭和7年当時にね、駅舎はどこにあったのか、ね、いうことがちょっと気になるので、その辺をですね、探求してみたいと思います。まず紀伊中之島駅ですね、まずここの最初スタートなんですけども、ここをですね、まずこの、丸、小さい丸ね、ちょっと今アップしましたけども、ここをですね、アップするとですね、こういうふうな建物概算表っていうのがあるんですね。で、これ、鉄って書いて、駅本屋、第3番号2001、昭和10年1月って書いてるんですけども、これ昭和10年1月にですね、鉄道省が、ここに紀伊中之島駅を建てましたよっていうことをね、鉄道概算ということで、これを残ったわけですね。まあ、国鉄時代からもずっとね、あるものですので、まあ、これを見ればですね、いつこの建物ができたのだっていうのはね、まあ、すぐ確認できるっていうわけなんですけども、これによるとですね、昭和10年1月ですので、記録としてはね、合致してます。ただですね、当時の、まあ、国鉄の駅舎としてはね、まあ、結構モダンなっていうのかな、なかなかこう、洒落た感じのね、駅舎じゃないかなというふうに個人的には思っています。まあ、次に阪和電鉄時代の、ね、初代駅舎跡を探してということなんですけども、実はですね、2009年の、ね、鉄道ピクである10月号を参照しますとですね、まあ、駅舎のフルレールを使用した駅ホーム自体がですね、まあ、産業遺産として申請したというような記事が出ていました。この記事によりますとですね、阪和電鉄の駅は和歌山線の紀伊中之島駅の横、ね、この付近に目を書いているんですけども、ちょっと駐車場になっているんですけども、この辺りにですね、どうも駅舎が併設されていたみたいなんですね。で、結局ですね、最終的にはですね、国鉄の駅をね、共同使用するという形になってですね、阪和電鉄の駅舎の方は撤去されてしまうわけなんですけども、まあ、それ以前のね、阪和中之島って言われた頃の駅はどこにあったのかっていうことをね、私の中でも気になるところでありますのでね、ここの紀伊中之島駅をポイントとしてですね、約100メートルほど移動したと言われてますので、それがどうだったのかっていうのをね、少し歩いてですね、検証してみたいと思います。まず最初にですね、この現代の紀伊中之島駅、まあ、その横にですね、一軒だけ駅前旅館が、まあ、今もあるんですけども、昔はですね、この向かい側、こちらにもですね、実は駅前旅館があって、2軒が並んでいる形だったんですね。ただ、ね、だですね、まあ、反対側の旅館の方はですね、まあ、既に更地になっていました。まあ、50年以上前はね、まあ、両側に旅館があったりとかですね、まあ、商店、まあ、お店とかもあったりしてですね、結構賑やかな感じだったんですけどね、もう現在このようにすっかり寂れてしまっている、まあ、そういう状況ですよね。もう駐車場っていうのの空き地がね、こう広がってるわけですけど、ここ全体がね、昔はもう店とか並んどったんですよ。ね、私が子供の頃、もう結構60年ぐらい前ですけどね、本当にね、紀伊中之島の駅っていうのもね、際駅ほどでもなかったですけどもね、それなりに賑わってた、まあ、そんな記憶はかすかにありますね。最後、この突き当たりをですね、右に曲がっていきます。
これ、それでね、また右に曲がって、道に合いにまっすぐ進んでいきます。まあ、駅のホームがですけど、まっすぐね、まあ、正面に、正面、右手側に見えてくるんですけども、さらに道なりにね、進んでいきます。結構ね、こう道ね、くねくねしてるんですけどね、まあ、そのまま道なりにね、進んでいくことになります。まだまだまっすぐ進みます。まだですね、道のりはね、長そうです。横ね、右横がもう大きなね、大きくですね、浜瀬のホーム、見えてくるんですけども、まだまだ先は長そうです。ここでですね、右向きの矢印が見えてくるんですけども、右に行かずにですね、左に進みます。どういうふうになるんでしょうか、っていうことで。そこからですね、さらにまた道なりにね、まっすぐ進んでいきます。もうね、ええ加減飽きたと言われそうですけどね、もうただひたすらまっすぐまっすぐ歩いていきます。でもうかなりですね、浜線のホームからね、離れていたところでですね、やっと広道に出ます。これが国道24号線では奈良までね、続く国道ですけれども、昔はですね、この道をですね、和歌山市発橋本行きのバスがね、結構30分に1本程度、まあ、頻発にね、運行されていた。まあ、今はもうほとんどね、走ってませんけども、当時はね、本当にこう、たくさんね、そのバスがですね、走ってましたね、小川方面とかね、ありました。で、今度はですね、国道24号線をね、まあ、左に東に歩いていきます。浜線から離れちゃいましたんでね。で、浜線を道路と交差しているのがね、ちょうど見えるかと思います。ちょうどね、ホームと外れるあたりにですね、なんか何か遺構のようなものを発見しました。ね、できるだけ近づいてみたいと思います。あれ？なんで？先ほどのですね、ちょっと気になりますねっていうところのね、写真をアップしたのがこちらになるんですけども、ここにですね、まあ、現代のホーム橋付近にですね、この階段状の段差、これをですね、発見しました。はい。この階段状の、まあ、スロープですね、これ何だったのかなっていうのがね、非常に気になるところなんですよね。で、あくまでこれ私の仮説なんですけども、これがですね、現代の駅になる前のね、阪和電鉄の駅舎がね、あったんじゃないのかなというのが私の見立てなんですね。まあ、あくまで仮説ですので、実はね、やっぱりこう明治とか昭和の初めの頃の航空写真っていうのが、ちょっと探しがなかったんですよ。で、古文書を探すはね、まだ見つかるかもしれないですけど、今のところそれをよう見つけてます、その当時の資料っていうのをね、和歌山市にもしかしたら資料が残っているかもしれない、ね、あるんですけども、ちょっとそれをよう見つけてないので、あくまで現時点の私の仮説としてですね、ここに阪和電鉄時代の、中之島駅ね、があったんじゃないのかなというのが私の見立て。ね、またもしも郷土史のね、詳しい方でですね、いやそこじゃないよっていうのね、あれはですね、ぜひね、コメントとね、失択ですね、お叱りをですね、いただければ幸いかなと個人的には思っています。私なりにですね、多分僕じゃないかなっていう推測をしたっていうだけの話ではあるんですけどね、案外ね、間違ってない気がするんですよ。100メーターほど南移動したっていう一つの、ね、記録とですね、あと新たにね、現代の浜線ホームをですね、浜電鉄が建設し直したっていうところを考慮すればですね、案外このここに写真写っているね、ホームっていうのは、新たに追加して増設したホームですけども、さらに、左側ですよね。まあ、天王寺寄りにですね、実はホームがあったんじゃないかな。もしくは、この、現代のこの見えてるホームですよね。この辺りにもしかしたら、阪和電鉄時代のね、ホームがあったんじゃないのかな、というのがね、個人的な、見立てであります。まあ、ぜひね、郷土史、和歌山の郷土史の詳しい方ですね、非常にですね、厳しいご指摘をですね、いただければ幸いかなというのが個人的に思っております。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。今回も阪和線の紀伊中之島焼の橋2回目ということをね、アップさせていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。またね、ぜひ、いいね、もしくはチャンネル登録の方ですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。